今から23年前、昭和20年8月27日、相模湾に集結した艦船からアメリカ海兵隊が横須賀地区に上陸を開始した。横須賀鎮守府長官とフェッジー少将の間に接収業務も円滑に進められていった。翌28-9の両日、アメリカ陸軍の先遣部隊が輸送機で厚木に到着。8月30日、マッカーサー連合軍総司令官がフィリピンからバターン号で到着した。出迎えのアイケル・パーカー第8軍司令官と握手を交わす。こうして日本は建国以来初めて外国軍隊の占領下に置かれることになった。横浜のホテルニューグランドに置かれた占領軍司令部から治安維持法、特攻警察の廃止をはじめ、日本民主化のために数々の指令が出された。しかし占領政策の中で最も重点が置かれたものはポツダム宣言第10条の実施であった。第8軍司令部は BC 級の戦犯裁判を12月から横浜で開始した。このほかに A 級戦犯を裁く極東国際軍事裁判、いわゆる東京裁判が準備され、日本を裁く部隊にはかつて陸軍士官学校があり、日本陸軍のメッカとも言うべき市ヶ谷台の陸軍将が選ばれた。裁判官は日本の降伏にサインした連合国とインド、フィリピンを含めた11カ国から出され、裁判長にはオーストラリアのウェップ卿がマッカーサー司令官より指名された。そして平和に対する罪、通例の戦争犯罪、人道に対する罪について裁かれることになった。この頃戦争の傷跡は強く深く生き残った人々を苛んでいた。人々は生きるため苦しい飢えと戦わねばならなかった。米よこせのデモは連日巷を練り、米倉庫は空っぽ。米よこせのデモはついに皇居にまで押しかけるありさまであった。街頭には戦災孤児たちの姿が多く見られた。裁判に対しては政府も国民も無関心であった。この国内情勢を背景に日本側弁護団は宇沢博士を団長に編成を終わった。
また被告に対してはアメリカの幹線弁護人がつけられ、反論のため合同の弁護団の打ち合わせが開かれた。昭和21年5月3日、いよいよ東京裁判が改定された。起訴された人たちは重臣をはじめ首相、外交官、高級軍人で、橋本、小磯、長野、大島、松井、大川、平沼、東郷、松岡、茂光、佐藤、島田、白鳥、鈴木、板垣、土井原、畑、広田、南、東条、岡、梅津、荒木、武藤、星野、加谷、木戸、木村の28人であった。この人々に届けられた起訴状には、太平洋戦争における犯罪だけでなく、昭和3年1月1日より昭和20年9月2日に至る期間にわたって、犯罪的軍閥に支配された日本の世界を支配せんとした暴義の罪に対する責任が挙げられていた。もし日本の行った戦争が犯罪であるとすれば、起訴された28人の被告だけが該当者であったろうか。この日、異常ぶりを見せていた右翼の指導者大川被告は突然東条被告の頭を叩き、法廷から去っていった。勝った国のみが正しかったと言明できるであろうか。連合軍の手も決して清潔ではなかったはずであった。町には GI の姿が氾濫し、与えられた民主革命が怒涛の勢いで進んでいた。昭和23年2月10日、東京裁判は閉廷された。それまで実に416回の法廷が開かれ、4336通の証拠が提出され、419人が証人台に立ち、2年夕飯にわたって開かれたのであった。その間に大川被告去り、松岡、長野の両被告は病を得て死亡し、25人の被告が審理を受けたのであった。この日、キーナン検事の戦争指導者に厳罰を求める最終論告がなされた。太平洋戦争への口火となった日中戦争、いわゆる支那事変を当時のニュース映画で回想してみよう。今にして思えば、露光共犯一発の銃声は東亜の旧秩序を破壊し、新秩序を建設する第一歩の響きであった。これを静かに回想すれば、最初局地解決拡大方針をもって臨んだ我が国の正義も虚しく、小政権は英米の町に操られて非刻々と切迫。8月9日、大山海軍大尉亡霊支那軍の銃弾に倒る。しかも我はよく忍び敵を忍び、抑え敵を抑えて日を送ること数日、品川は自ら求めて上海陸戦隊に戦いを挑むや、帝国政府は防止要衝の重大決意を表明。矢はついに鶴を離れた。世界列強の注目を集めて、国総立艦の上海攻略戦の火蓋は切って落とされた。この間、ウーソン敵前上陸をはじめ、大乗鎮、公安鎮病公鎮と上海外郭の権利を次々に突破し、秋10月、座北の激闘を最後に、外国権益の殺走する国際都市上海の困難なる攻略戦を終わる。これより先、我が海軍航空隊は折からの航天を犯して豊爆撃の相当に上る。生還元より来すべからず、将兵等しく決心報告の誓いを胸に、強欲を連ねて音を荒れ狂う品海を越え、長期して敵の首都南京を空襲。未だ明けやらぬ東シナ海上、
突如として甲州湾島を圧する大輸送船団の群れ、これぞ覆面の猛将柳川将軍の率いる新鋭兵団にして天心蔵の敵前上陸に成功。時に昭和12年11月5日、敵は日軍100万襲来の声に怯えて戦わずして敗走。翌6日には早くも東北方岸に進出。若くて小政権の牙城南京目指して怒涛の時進撃を開始した武敵皇軍は、麻薬日照旗を先頭にたちまち蘇州を抜き、武爵を陥れ上州皇徳を突破して断末魔の降下、敵と南京の周辺を包む時、決死の我が部隊は相次いで降下門を破り、中断門を乗り越えて城内に突入。天下大陸に起こってよりわずかに5ヶ月、一生際さんとして南京城取りに翻った。昭和12年12月13日、首都南京占領入城式が行われた。閲兵する総司令官松井大将、東京裁判において南京大学のベイツ博士が証人台に立ち、入城後日本軍が行った市民に対する大虐殺の事実を証言した。昭和6年9月18日、関東軍の陰謀によって満州事変が起こった。これが15年戦争への口火であった。翌昭和7年3月1日、満州国建国宣言。昭和9年3月、帝政が実施され、溥儀執政が皇帝となった。東京裁判に出廷した溥儀証人は、満州建国のいきさつを証言した。田中元陸軍軍務局長の証言。私の主観によれば、この計画は、当時の行き詰まった日本の国内要請、並びにほとんど満州を守るの考え方を合理化し、国民を欺瞞するために関東軍参謀板垣大佐、石原中佐らによって仕組まれた陰謀が明らかにされた。この年1月、上海で日本人僧侶が殺されたことを理由に上海から中国軍隊の撤退を要求し、第一次上海事変が起こった。海軍陸戦隊は苦戦に陥ったが、停戦協定が成立し一時解決されそうに見えたが、政府と軍部は3個師団余りの軍隊を送り、再び戦闘が始まった。中国軍の抵抗は頑強を極め、5月停戦交渉が成立した。この時の苦しい戦いを隠すため、3人の公兵の英雄的な行動が歌にされて大いに宣伝された。5月15日、犬飼首相が陸海軍士官らに射殺された。いわゆる515事件であった。これは国民が初めて知った軍人によるクーデターであった。子供たちは不安な社会問題と戦争の明け暮れの中で軍国主義を吹き込まれていく。10月、大日本国防婦人会が創立された。ヨーロッパではヒトラーが率いるナチス党が第一党を占めた。昭和8年2月、国際連盟総会は日本軍の満州撤退勧告案を42対1で採択。これを不満として3月、日本は連盟を脱退した。昭和6年頃より、生活不安を反映してサラリーマンは無気力となり、前世を極めたカフエをはじめ、ダンスホール、麻雀など刹那的な快楽を求めるようになった。やがて歌謡曲界に庄司太郎がデビュー。なよしよし年齢しな
な山のから庶民は手近なパチンコにうさを晴らしていた。9年頃にパーマネント屋も銀座に開店。この頃のモダンボーイは爪まで入念な手入れを怠らなかった。トップモードに身を包み銀座を闊歩するモダンガール。これが昭和9年頃の物価。昭和11年2月26日、クーデターが起こり、渡辺教育総監、斉藤内大臣、高橋蔵相を殺害し、鈴木侍従長に重傷を負わせた。これは陸軍の派閥の一つ、行動派の将校が、下士官兵1400名を率いて起こしたものであった。岡田首相、牧野前内大臣と、元老西園寺公は難を免れた。反乱軍は尊王維新軍の上りを官邸に掲げた。これが226事件である。評論家の中島健三は、報道は目下のところ全部怪しい、心を決める時がだんだん近づくが、わずか1000人未満の兵力でこんなにまで簡単に仕事ができるのだろうか、これは実現された恐るべき童話だと、こう日記に書いた。翌27日、市内に戒厳令が敷かれた。29日、原隊復帰命令に反するなら反乱軍として討伐するという放逐命令が出された。不況による国民生活の困窮は、天皇の国家を元老や重臣、財閥、政党や官僚など一部不定の臣下が労弾し、私利私欲のみを図っており、そのため日本は国が滅びる寸前に置かれていると即断したのがクーデターの理由であり、彼らを行動に導いたものは北一揆の日本改造原理大綱の著書であった。兵士を原隊に返し、将校らは陸将官邸に自首して事件は終わった。その後軍首脳部は何らの反省もなく、純情未熟な青年将校の行動を踏み台として、軍部による政治体制の強化を怒号するばかりであった。岡田内閣の後、外務省出身の広田光輝に組閣の大命が下った。陸軍は入閣予想者に干渉してきた。吉田は軍人嫌いであり断じて不可、小原は自由主義思想で不可、下村は反軍的新聞社の代表として忌避、中島は新興財閥の一人ではないか、永田は俳句読みではないか、川崎は官僚主義の男だ、いかん。原内閣が軍部大臣の資格を現役から予備役、退役まで拡張した慣性を広田内閣は現役制に戻してしまった。これは大きな失政であった。これでは軍の言うことを聞く内閣だけが存在することになる。3月24日、内務省命令禁止を通達。昭和12年1月21日、衆議院で政友会の浜田議員が登壇。近日軍部が挙国一致体制と称して特殊の協力内閣を要望し、その目的のために政党を改組し、従来の県政常道を廃するのを主張あるやに伝えられるのは真実なりや、政治は我々の本領であって、軍の本分は他に損するはずであります。先ほどから主従お述べになりましたいろいろのお言葉を受けたまわりますと、中には
ある軍人に対しましていささか侮辱されるようなごとき感情をいたすところのお言葉を受けたまわりまするが、これらはかえって浜田君のおっしゃいまするところの国民一致のお言葉に背くのではないかと存じます。軍部大臣の運用範囲を決められた際におけるところの処置が何か隠れてそういう処置をいたしたように述べられましたが、私は決してそういう処置は取りません。その他はここに答弁を差し控えます。ただこの場合一言申し上げたいと思うのは、陸将寺内君は私に対する答弁の中で浜田の演説中軍部を侮辱するの源氏があるということを仰せられた。どこが侮辱しておる。私も生きた人間、多数出した声の中には言葉の使い方が悪かったこともあるかもしれん。いやしくも国民代表者の私が国家の名誉ある軍隊を侮辱したという喧嘩を吹っかけられて後へ引けません。私の何らの源氏が軍を侮辱いたしました。事実を挙げなさい。抽象的な言葉で分かりません。浜田君が言われたようなことを申しておりません。浜田君の言われる国民一致の精神を害するからご忠告を申したのであります。私は年下のあなたに忠告を受けることはしないつもりである。あなたは堂々たる陛下の陸軍大臣であられ、しかしながら不徳未熟衆議院議員の浜田国松も陛下のもとにおける公職者である。民間姿勢のならず者のように論拠もなく事実もなくして人の不名誉を断ずることができるか。僕が軍隊を侮辱した言葉があったら滑覆して君に処す。なかったら君滑覆せよ。軍に対する公然たる侮辱に対して万代の拍手を送るような議会は民意を代表する議会とは信じられない。今日の非常時局は現在の議員のごとき態度をもってしては到底乗り切れないし、軍もまたそれと協力して国難に処する熱意を喪失するものであると議会解散を要求。23日広田内閣退陣。主犯に押された宇垣陸軍大将も陸軍大臣が得られず流産し、林陸軍大将の林内閣が陸軍のバックアップで誕生したが、わずか4ヶ月で退陣。6月5日、第一次近衛内閣が成立したのであった。東京裁判では森島元法典総領事らが出廷し、満州事変から支那事変までの軍部の動きについて審理が行われた。満州だけで飽き足りぬ軍部は今度は中国大陸に手を出した。昭和12年7月7日、盧溝橋において日中両軍が衝突。口に不拡大を唱えながら、いわゆる支那事変は拡大の一途をたどっていった。日野足平は関東新聞省で次のように書いている。シャツも桃引きも捨てた。たとえ明日冬が来たとしても今日それを持って歩けば倒れるほかないと思われたからである。またも焼きただれた暑熱のもとを誇りの新聞だ。私はとうとう倒れた。仰向けに倒れると何か体が浮き上がるように感じ、涙がタラタラと頬を伝って流れるのを感じた。昭和14年5月11日の野門藩事件は外蒙古と満州国との国境線をめぐる紛争であった。
最初日本軍と外蒙古軍との戦闘から始まったが、途中からソ連軍が外蒙古軍を援助し、ここに日ソ両軍が戦火を交えることになった。9月5日の停戦までコロンバイルの草原を血に染める激戦が展開された。ソ連軍の近代装備の前に退くことを知らぬ日本軍は奮戦したが、全滅壊滅が相次いだ。この戦いにおいて日本軍はソ連軍の底力をまざまざと見せられたのであった。東京裁判では13年7月、日ソ両軍が衝突した超古砲事件とノモンハン事件は、共にソ連に対する日本の侵略戦争の罪状に挙げられた。9月1日、ドイツ・ポーランドに侵入開始。9月3日、イギリス・フランスはドイツに宣戦し、ここに第二次世界大戦が勃発した。昭和15年6月、政党を中心に新体制運動が唱えられ、政党は自ら解散し、ナチス張りの一党独裁の体制翼賛会が誕生した。12月、第1回中央協力会議が開かれ、挨拶する近衛議長。今回第1回中央協力会議を開催するにあたり、各位のご回答を得ましたることは、私の最も近郊とするところであります。9月、全国的にトントントンカラリと隣組の制度が作られた。東京では子どもたちの少年隣組が大人に負けまいと、お風呂屋さんで盛大な発会式を挙げた。軍艦マーチが作られて40周年記念演奏会が日比谷公会堂で開かれた。作曲者の瀬戸口王が感激のタクトを振る。昭和15年は神武天皇即位から数えてちょうど2600年に当たっていた。神宮競技場では茅の宮ご夫妻をお迎えして奉祝の行事が繰り広げられた。奉祝歌は全国津々浦々に響き渡った。名古屋でも、中国の上海でも、北京でも、南京でも2600年奉祝の絵巻が繰り広げられた。天孫降臨の神話の峰高千穂。10月、宮崎市において発行の元柱の竣工式が高松の宮をお招きして行われた。新国日本の2600年奉祝行事はここに滞りなく終わった。10月31日、ダンスホール閉鎖令が出された。一方、大陸では中国民衆の激しい抵抗の前に、
いつ果てるとも知れない泥沼の戦闘が続けられていた。その間政府は大東亜新秩序国防国家建設の方針を決め、大本営政府連絡会議では武力行使を含む南進政策を決定するなど、戦争終結への手は何ら打たれはしなかった。9月日本軍北部仏印に進駐。日ごと戦死者は増え、父を夫を子を失った遺族も増えてゆく。6月、フランスはドイツの軍門に下り、ドイツ軍はフランスよりイギリス本土への砲撃を開始した。ヒトラーも将兵を激励する。昭和16年3月、枢軸陣営強化のためイタリア・ドイツ訪問の途についた松岡外相は27日大歓迎を受けてベルリンに到着した。首都モスクワに立ち寄り、4月13日日ソ中立条約の調印に成功した。これをアメリカは日本軍が北方の脅威をなくしておいて南方に進出するための布石であると判断した。世界大戦に参加していないアメリカは15年12月の選挙においてルーズベルトを大統領に三度選んだ。入英兵の街頭行進、水兵の大量要請も急ピッチで進められていく。空母ホーネットが進水。1月、日米交渉を正式ルートに乗せるため、野村海軍大将が特命全権大使として東京駅を出発した。日米交渉においてアメリカの一番の狙いは三国同盟から日本を脱退させることであり、一方日本の狙いはアメリカを欧州戦に参加させないことで、問題は日中戦争の早期解決であった。4月16日春野村会談で日米了解案がまとめられた。日本政府と軍部はこの案を受諾することにしたが、松岡外相は外遊中であった。しかし7月、関東軍特別演習の名のもとに行われた70万の軍隊動員に対してアメリカは日本資産凍結で応え、南部仏印進駐に対しては8月対日航空ガソリン禁輸の手を打った。大正14年より中学、師範学校、専門学校に軍事教練が課せられていたが、昭和14年3月、文部省は大学の軍事教練必修を通達し、連合野外演習が積極的に行われた。力士も慣れない鉄砲を担がされて軍事教練に汗を流さねばならなかった。埼玉県豊岡にある陸軍航空士官学校では、天皇の臨席のもと第54期の卒業式、そして大空へ巣立っていく。江田島の海軍兵学校では、卒業式を終えた69期の士官候補生たちが波荒き海へ。志願兵たちが横須賀海兵団に晴れの入団。
方関門鉄道トンネル貫通、鴨緑江水泡ダムの完成など土木技術に外貨が上がれば、航空機産業も日頃の実力を見せて国産の MC20 号を誕生させた。中市では歩兵と共同で猛訓練に励む戦車隊、陸軍兵器廠ではあらゆる兵器や弾薬が休みなく生産されていく。無敵を誇る連合艦隊も猛訓練に明け暮れていた。米 A の2倍の性能を持つ93式酸素魚雷、またこのゼロ式艦上戦闘機は旋回能力、航続力と火力はパイロットの技術とともに世界一のレベルを持っていた。二式大艇もまた世界の水準を抜いた優秀機であった。この頃呉工廠では世界に誇る造艦技術の粋を結集した7万3000トンの巨大戦艦ヤマトの偽装が急がれていた。またガソリン不足を補うために自動車燃料用の木炭製造機が完成し、これを機に国内の自動車は釜をつけて走ることになった。90% を輸入に頼っている日本の石油問題を解決するため、15年9月に小林一三を特使とする使節団を来院へ送り、オランダと交渉が始められた。イギリスの基地シンガポールには続々と兵力が増強されていく。もし日本が戦争に入れば、ガソリンは陸軍はわずか9ヶ月で戦車も飛行機も動けなくなる貯蔵量しかなく、海軍も1年で消えてしまう油の量しかなかった。戦争回避へと一貫した態度を取ってきた海軍もアメリカのガソリン輸出禁止の措置から動揺してきた。日米の生産力の比較はこのようであった。戦争が長引けば日本の勝ち目がないことは明白であった。アメリカの中国より軍隊を引き上げよとの要求に東條陸相を説得できず、第3次近衛内閣は退陣し、10月18日東條内閣が成立した。ルーズベルト大統領とチャーチル首相は大西洋上で会談し、日本に対する方策を協議した。日本がアメリカ、イギリス、オランダなどから経済的な包囲をあと1年受け、アメリカと戦争に入れば結果は明瞭であった。戦わずして石油の欠乏で参ってしまうほかはないと軍部は考えた。東郷被告は春ノートは承知できなかったし、外交官のセンスではアメリカは日本から先に手を出すようにしているのではなかろうかという疑問があったと述べた。12月1日御前会議において開戦が決定、平和へのかすかな火は消えた。そうして開戦第1日を12月8日と決定されたのであった。機動部隊は隠密裏にそれぞれ基地を出港し、11月22日、択捉島の一カップ湾に集結を終わった。
翌23日、真珠湾奇襲計画が初めて全員に知らされたのであった。満州事変前の状態に戻れという春ノートが届いた11月26日、機動部隊は怒りを上げて東に進んでいた。奇襲のための訓練は7月より真珠湾の地形に似た鹿児島で行われた。このほか8カ所に分散し、昼夜にわたって訓練が続けられたが、一機の事故もなかった。12月2日、山本連合艦隊司令長官より、攻撃を決行せよ、新高山登れの隠語電報が発せられた。機動部隊は12月8日午前6時、隠密裏に真珠湾の真北230海里に迫った。真珠湾までの飛行時間、約1時間50分前後である。いよいよ攻撃の時が来た。第一次攻撃隊183機が甲板を蹴って飛び上がっていく。空母蒼龍から参加したパイロットは、私は長い厳しい訓練によって行動しているだけだった。戦艦が急速度で接近してくる。魚雷発射。敵の対空砲火は翼や機体に激突し、機は大きく傾き動揺した。私は丸田棒で頭を殴られたように感じた。飛行機はまだ飛んでいる。私は味方空母の位置を秘匿するため南へ進路を取ったと書いている。1時間後に第二次攻撃隊167機が発進した。奇襲は大成功であった。しかし敵空母はおらず、重油タンクと艦船修理工場は攻撃されなかった。真珠湾の地図の出された法廷では、リチャードソン提督が証言を行った。日本の予想を裏切って、アメリカ国民はこの敗北にリメンバーパールハーバーを、陸海軍はゲッツ山本を合言葉として復讐に燃え上がった。大本営陸海軍部発表。12月8日6時、帝国陸海軍は本8日未明、西太平洋において米英軍と戦闘状態に入れ、帝国海軍は、銀座通りはラジオニュースを聞く人だかり。方面の米国艦隊並びに航空兵力に対し決して空襲を敢行せり、玉砂利を踏んで二重橋前から大内山を拝む人々、本8日未明上海において旧敵撃滅を誓う学生の一軍などが皇居前に詰めかけた。12月10日海軍航空隊はマレー沖クワンタン東方の洋上に、イギリスの誇る高速戦艦レパルスと不沈戦艦プリンスオブウェールズを捕捉し、これを撃沈した。飛行機と戦艦の対決には飛行機に外貨が上がった。これがマレー沖海戦であった。香港攻略は順調に進み、12月25日香港全島を占領した。フィリピンのラモン湾敵前上陸に参加した、ベルリンオリンピックで日の丸を挙げた棒高跳びの大江少尉は、
上陸寸前に敵弾に倒れ、兄軍医に抱かれて戦死。しかし作戦は順調に進み、リンガ沿岸より上陸した部隊と首都マニラ突入を競って進んだ。1月2日、日本軍は無防備都市となったマニラに無血入城した。抑留されていた在留邦人は救出され、日本軍を歓呼して迎える。アメリカ・フィリピン連合軍主力がこもるバターン半島攻略は、キング司令官をはじめ約7万5千が降伏し、バターン作戦は11日ようやく終了した。捕虜は日本軍の予想した数の2倍に近かった。コレヒドール島は5月7日陥落したが、マッカーサー司令官は2ヶ月前にオーストラリアに脱出した後であった。シンゴラ沖に迫ったマレー作戦に参加した我が輸送船団、12月8日午前0時、粛々と敵前上陸が開始され、マレー作戦の火蓋が切られた。大きくうねる波に舟艇の動揺が激しく困難を極めた。しかし大した抵抗もなく上陸に成功した。コタバル、シンゴラ、パタニにそれぞれ上陸した部隊と、大国より進む山下中将指揮の第25軍5万の将兵は一路南下する。先陣を受けたまわる戦車隊、ブレーキの効かぬ自動車のように突っ込んでくる日本の戦車隊にイギリス軍は舌を巻いた。マレー半島には250もの川があり、その橋のことごとくは破壊されていた。砲兵隊は不眠不休で架橋作業を成し遂げた。再び灼熱下の進撃が始まった。行く手を阻むジャングルの海、大小幾多の川を突破して南へ南へ進撃していく。富士を仰ぐここ陸軍少年戦車兵学校では、マレーで快進撃を続ける先輩に続けと、少年兵たちが日夜激しい訓練を続けていた。島田戦車大隊長は進撃の模様を、ゴムリン内は方向しながら緩やかに、そしてジャングルは伊達天走りに挺進を続けた。この間にトラック約200両、歩兵約2個連隊を吸収して、私たちの士気はいよいよ上がっていた。続いてスリムリバーの町にいた第12師団地をはじめ司令部の幕僚たちを島釣りに上げ、
三十数門を持つ砲兵陣地を蹂躙し、休む間もなくスリム川の川べりに進出し、南北二つの橋梁を確保した。野口隊が歩兵を誘導して進出してきたのは、夜もほのぼのと明け染める前だった。戦車はすごいな、よく生きていたなと口々に彼らは私たちが残してきた戦いの跡を思い出しながら話しかけた。歩兵との握手はついになったのだ。攻撃開始以来30時間だ。私たちの生涯をかけた30時間は終わったのだ。私たちは谷間に降りて佐藤社の4人を荼毘に付していた。すすり泣きの声が聞こえた。谷川のせせらぎも泣いていた。戦果は私が戦車の中から見て判断したよりははるかに上回っていた。私たちも遺骨を抱いてシンガポール目指して進んでゆくのだったと書いていた。上陸以来55日、戦闘回数実に96回、1100キロをひた押しに進んだ部隊は1月31日、半島の南端ジュホールバールに戦車隊を先頭に突入した。シンガポール島は1000メートルのジュホール水道を隔てて横たわっていた。2月8日、砲兵はシンガポール要塞に対して総攻撃の攻撃を開始した。田口、松井、西村の三兵団は先を争って敵前渡河を決行し、一番乗りを目指して進撃する。2月9日夕刻、早くも天川飛行場を完全に占領した。10日朝、万代の戦闘司令所に姿を現し、各兵団を特例する山下軍司令官。無駄口兵団長も前進を続ける。夕刻までには武器手間高地の線に進出した。シンガポールに近づくに従って敵の抵抗は熾烈となってきた。2月11日、降伏勧告文29通が投下された。要塞砲が武器手間高地にスコールのように落下し、我が方の損害は増すばかりであった。武器手間は凄惨な死の高地となった。2月15日、吠え続けた砲声が止んだ。パーシバル中将は会見の模様を次のように書いている。2月15日、暗い日曜日が訪れた。もし味方の戦線が総崩れになれば、シンガポールに密集した市民のことを考え、私は降伏を決意した。日本軍司令官山下中将との会見はその日の夕方、武器手間部落に近いフォード工場で行われた。私がここに書き記しておきたいことは、山下将軍が彼の主力部隊がシンガポールの町に入ることを絶対に許さなかったことである。戦争の最終段階において、この私自身が
山下将軍の降伏に立ち会うことになるだろうとは、当時の私は夢にも考えなかった。ここに難攻不落を誇ったシンガポールは落ち、マレー作戦の終結が軍機に報告される。マレーの虎、山下軍司令官の捕虜越兵が行われた。彼は作戦終了後満州に転じ、敗色濃いレーテ戦に再び軍司令官として第一線に立ち、悲劇の将軍となった。マレー作戦における我が方の死傷9657名であった。2月16日シンガポールの朝、戦友の遺骨を抱いて戦車隊が入場する。海軍の目などに続いて、陸軍落下傘部隊がスマトラ島の石油地帯パレンバンに降下した。そして異色の軍国歌謡空の新兵が作られ、これを主題歌とした映画が制作された。今村中将の第16軍がジャワ島攻略戦に向かう。詩人大木敦夫は陣中新聞に次の歌を発表した。夕なかれ君よ、別れを世の常を、また生き死にを、海原の春けき果てに今や旗何をか言わん、熱き血を捧ぐる者の大いなる胸を叩けよ、満月を杯に砕きて、しばしただ酔いて清えよ、我が行くはバタビアの町、君はよくバンドンをつけ、
この夕べ相盛るとも、輝かし南十字をいつの世かまた共に見。3月1日上陸に成功。戦わずして人の兵を屈する者は善の善なる者なりの孫子の兵法通り、わずか9日間で全島を制圧した。ここに現在のインドネシアの広大な地域の占領を終わり、石油資源を手に入れるという大東亜戦争の戦略目標を達成することができた蘭陰作戦は、マレー作戦の勝利に次ぐ緒戦の花であった。3月8日ラングーン占領。ビルマ作戦は飯田中将の第15軍がわずか4個連隊の兵力で1月18日開始された。増援部隊の到着と親日的な住民の協力を背に、3万5000の兵力で15万のイギリスインド軍と重慶軍をビルマ全土から追い落とした。日本軍の戦死者は1289名という、太平洋戦争中で最も少ない損害を記録したのであった。山本司令長官が連合艦隊の全力を率いて出撃したミッドウェー海戦は、赤城、加賀を含む空母4隻が沈み、真珠湾以来歴戦のパイロットとともに322機の飛行機を失う大敗北であった。有史以来の広大な占領地域、大東亜共栄圏の建設が進んでいる。どこも日本語教育が積極的に進められていた。ジャワの日本語学校の娘たちも日本の歌を上手に歌えるようになった。フィリピンでは日本人の指導で共栄圏の綿の供給はフィリピンでの心意気で、綿花の栽培が進められていた。海南島の伝徳鉄山では露天掘りで良質の鉄鉱石が採掘されている。マレーではのんびりと子供たちがヤシの実を落とし、コプラからヤシ油が作られている。グアム島では海軍さんが先生で国語の勉強、横文字から縦に書く日本語に子供たちも一苦労。昭和18年8月1日ビルマ独立し、バーモー博士を主席とする政府を組織した。続いて10月14日フィリピン独立ラウレル委員長が大統領に就任。ビルマと共に日本と同盟条約を結び、米英に宣戦を布告。19年9月小磯首相がジャワの独立を認めるとの声明はスカルノ委員長に伝えられた。
独立地下市の方に全島は歓喜に沸き返った。 India is free. These relations will be revived and will be forgotten. 18年6月、インド独立運動の志士チャンドラ・ボースが来日した。Since March 1942, and repeated by him before the Imperial Diet on the 16th June 1943, have made a profound impression on India and have greatly helped the Indian independence movement. Bose は第82臨時議会で東條首相の独立運動支援の演説を聞いた。首相は3回にわたるボースとの会談で、インド独立はぜひともこの大人物ボースにやらせたいとの念を固め、政治と戦略の一致を見、ここにインパール作戦が計画されることになった。私は衷心より同情の意を表するとともに憤りを感じるものであります。帝国はインド民衆のベクタル米英の勢力をインドより駆逐し、真に独立インドの完成のため、10月ボースを主犯とする自由インド仮政府が樹立、インド婦人部隊も結成された。マキン・タラワ玉砕し、戦運がマーシャル軍島に迫った19年3月、インパール侵攻作戦が開始された。日本軍とともにボースを最高司令官に、インド国民軍2個師団が祖国インドを目指して、ようやくアメリカ中国軍とイギリスインド連合軍を求めてインパール作戦に参加した。インパール作戦は飛行機の援護も物資補給のあてもなかった。将兵はいかに優先奮闘しても弾薬も尽き、食料が欠乏して、どうして戦うことができるだろうか。輸送隊は道なきところは荷物を下ろし、トラックを分解して進まねばならなかった。敵はパラシュートで物資を投下する。タイヤを担ぎ上げる。重いシャーシーを運ぶ兵士たちは黙々とこの苦しい作業に停心する。再びトラックを組み立て、将兵の待ちわびる前線へ。ついにインパールには日照旗も自由インドの旗も翻りはしなかった。ガガタル山脈の連なりにジャングルが続くニューギニア戦線、日増しに激しさを加えるアメリカ軍の一方的な空襲、兵士たちはただ摂氏役腕するのみである。鉄器の目標にならないためにろうそくで飯を炊く日が増えていく。先人君は示す、生きて旅衆の恥ずかしめを受けず、死して在下の汚名を残すなかれ。18年5月、アッツ島で玉砕した山崎部隊長ら2300名の合同慰霊祭が冬迫る札幌でしめやかに行われた。銀座通りのスローガンも戦局の厳しさを訴える。ニュース映画のタイトルも完遂へから戦い抜け大東亜戦争に変わった。今日も
学生の通年勤労が始まった。増産に下げるべく諸君の検討を望みます。先生、一、忠節を尽くし勤務を励むこと。二、規律を守り長寿を敬うこと。三、真偽を重んじ礼儀を正しくすること。四、健康を慎み質素を旨とすること。五、学徒勤労報告隊員さんの本文を自覚し官の機密を厳守すること。右の処方を各種し海軍の勤務に服することを誓う。学生たちはペンを捨て工場で兵器の生産に取り組まねばならなかった。海軍医療省で青春をかける乙女たち。18年10月20日、学徒出陣の日。不吉な秋雨に煙る神宮競技場に集まった徴兵猶予の亡くなった文化系の学生たち。ようやく学校より生徒に行って祖先の威風を。彼らは12月1日、英門をくぐり祖国の難に赴いてゆく。今日来たのであります。空襲の数も増えてきた。本土防空にあたる陸軍の早手戦闘隊が迎撃に飛び上がっていく。空襲を避けるために19年6月、大都市の学童の集団疎開が始まった。記念、倒れ、叩きます。後になって、子供たちは勉強よりも食料探しに苦労することになった。それでは、そこをもう一度、大学に上手に読んで。はい、土浦海軍航空隊。学徒出陣で入隊した第14期海軍飛行予備学生たちが鍛えられている。ある予備学生は日記にこう書き残した。現代の軍隊は強力化のために機械化されねばならない。戦国の武士的なものでなく、むしろ優秀な熟練工に近いものでなければならない。素材的な機械を媒介としてこそ初めて精神力がその光を放つのだ。7月、サイパン玉砕を機に東条内閣退陣、小磯内閣が成立した。9月、午前4時30分、本土決戦を誓う在郷軍人の仰天動員が全国一斉に行われた。この疲れ切った在郷軍人に軍部は戦えと鼓舞をする。10月、フィリピン奪還を基とするアメリカの大艦隊がレイテ付近に現れた。これに対し小1号作戦が発動されたが、
戦艦武蔵をはじめ空母など24隻を失い、ここに連合艦隊は壊滅してしまった。これが伊東沖海戦である。戦の様子をそのままに、帰る空母を失ったゼロ戦が不時着する。この絶望的な戦局を挽回するために取られた最後の手段は、人間が爆弾となって鉄管に体当たりをする特攻作戦であった。関隊を隊長とする新風特別攻撃隊四季島隊出撃の日、まだ少年の面影を残す予科練出身のパイロットたち、やがて出発。特攻機は4機の戦闘機に守られ飛び立ってゆく。レイテの空へ、弾幕の壁へ。ある学徒兵は遺書にこう書いた。私は誰も知られずそっと死にたい。母上さようなら。母上に絹布団に寝ていただきたかったのに。またこんな遺書もあった。出陣に際し信長は鼓を打たせ舞を舞って出陣したという。私は信長の心境に近づきたいと一生懸命になっている。またこんな詩を残した予備学生もいた。幾たりか我が友は行き、幾たりか我が友の死ににしこの道、この道を我も歩まん。前線からも内地の基地からもアメリカ艦隊を求めて飛び立って行く。勤労隊を取材する新聞記者たち、日本の運命に殉じた青年たちは陸海合わせて2483機の特攻機で飛び立ち、358隻のアメリカ艦船に損害を与えて散っていったのだ。
2万3000の日本の将兵が立てこもる硫黄島にアメリカ軍が大規模な上陸作戦を展開してきた。艦船実に800隻、上陸した海兵隊約8万、アメリカの損害2万4000余り、損害が日本守備隊の数を上回った唯一の戦闘であった。日本軍は3月17日玉砕。昭和20年春4月、苦戦を続ける沖縄に対して菊水作戦が発令された。命令は沖縄かなて沖の敵迫地に突入すべし、燃料は片道分とす、特攻作戦と承知ありたし、というものであった。戦艦大和は4月7日アメリカ空軍の猛攻を受け、世界に再び現れないであろう大和は九州郷の岬南方で万国の涙とともに消えていった。昭和20年に入ると B-29 の本土空襲は激しくなってきた。昼夜の区別なく東京をはじめ各都市に火の雨を降らせた。空襲 B-29 延べ 33,041機、死傷者61万余、そして焼かれ壊された家屋260万戸。7月、日本の無条件降伏を要求するポツダム宣言が発表された。日本政府のポツダム宣言黙殺に対する回答が来た。8月6日午前8時15分、ウラニウム爆弾が広島市の相生橋付近に落とされた。広島市の 60% は一瞬のうちに破壊され尽くし、20万余りの市民が死んだ。被爆した正田さんはその惨状を歌に詠んだ。鈴なりの満員電車宙に飛び、落ちて潰れぬ地にぺしゃんこに、臨終を勤労奉仕隊の学徒は教師にしたと抱きつきて死にぬ。診療所にたどり着いた人たちに対して治療の方法は何もなかった。獅子村はことごとく焼け高越えに、うめき石人今朝は死にたり。バンドの名前で知りし焼け焦げし、この死骸を母抱きて泣く。原爆が落とされてから1時間余り後に、広島の西部一帯に約2時間、肌に痛い黒い雨が降り続いたという。
これでも政府や軍部はポツダム宣言受諾の気配さえも示さなかった。8日ソ連が日本に宣戦を布告。8月9日午前11時2分原爆2号プルトニウム爆弾が長崎市浦上上空に炸裂した。当時5歳だった辻元君はこう書いている。爆音を聞いた。僕はおばあさんの手を捕まえて防空壕の方へ走った。鉄器と見張りのおじさんが怒鳴って鐘を叩くのが聞こえた。僕は真っ先に壕の一番奥へ飛び込んだ。もうその時ピカッと光ってしまった。僕は強い風で壕の壁に叩きつけられた。防空壕から外を覗いてみたら運動場一面に人間が撒いてあるみたいだった。生き残った人たちが運動場に木を集めてきてそこでたくさんの死骸を焼いた。兄さんも焼かれた。お母さんもみるみる骨になって沖の間から下へボロボロ落ちた。僕は泣きながらじっとそれを見ていた。2発の原子爆弾はようやく日本を降伏に踏み切らせた。巣鴨プリズンの松井被告は日記にこう記していた。最後に余が米国は日本軍の虐殺事件につき山下大将らを死刑に処せしが、彼は原子爆弾を持って一挙に我が34万の婦女児童らを虐殺したにあらずや、その責任何人に帰すべきやと述べたるに彼は答えなし。8月15日聖弾下る。満州事変以来15年間にわたる戦争は295万5200人の屍を積んで終わった。戦争のあと祖国の土も踏まず何の援助もなく戦犯として捕らえられ裁判らしい裁きも受けず公衆台に消えていった数多くの兵士があったことを思えば永久の人たちは恵まれていたと言えよう。昭和23年11月12日25名の生と死を決める審判の日がやってきた。元陸将荒木被告、極東国際軍事裁判所は被告を終身の禁錮刑に処する。元陸軍大将土井原被告、被告を公死刑に処する。元陸軍中佐橋本被告、元陸軍大将畑被告、被告を元首相平沼被告、被告を終身の禁錮刑に処する。元首相広田被告絞首刑、元満州国総務庁長星野被告、元陸軍大将板垣被告、元内大臣木戸被告、元陸軍大将木村被告絞首刑、元首相小磯被告、被告を終身の禁錮刑に処する。被告松井言われ、元陸軍大将松井被告、元陸軍大将南被告、元陸軍中将武藤被告、元海軍軍務局長岡被告、元ドイツ大使大島被告、元陸軍中将佐藤被告、元
元外相重光被告、元会長島田被告、終身禁錮、元企画院総裁鈴木被告、終身禁錮、元外相東郷被告、元首相東条被告、Accused Tojo Hideki, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the International Military Tribunal for the Far East sentences you to death by hanging. 被告東条英機、被告が有罪の判定を受けた起訴状中の問いに基づいて、北東国際軍事裁判所は被告を公式刑に処する。こうして勝者が敗者を裁き、多数決で人の死を決めた大いなるドラマは終わりを告げた。チャンギー刑務所である学徒兵は次の遺書を残して28歳の青春を絶たれた。日本の軍隊のために犠牲になったと思えば死にきれないが、日本国民全体の罪と非難等を一身に浴びて死ぬと思えば腹も立たない、笑って死んでゆける。今度の事件において最も態度の卑しかったのは陸軍の将校連に多かった。ニコバル島駐屯軍のために敵のスパイを発見した当時は全軍の感謝と上官よりの賛辞を浴び、方面軍より感情を授与されようとまで言われた私の行為も、1ヶ月後に起こった日本降伏のためにたちまちにして結果は逆になった。しかしこの日本降伏が全日本国民のため必須なる以上、私一個の犠牲のごときは忍ばねばならない。苦情を言うなら、敗戦と分かっていながらこの戦いを起こした軍部に持って行くより仕方がない。しかしまたさらに考えをいたせば、満州事変以来の軍部の行動を許してきた全日本国民にその遠い責任があることを知らねばならない。すべての物語が私の死後より始まるのは悲しいが、私に代わるもっと立派な頭の聡明な人がこれを見かつ指導していってくれるであろう。何といっても日本は根底から変革し、構成し直さなければならない。若き学徒の活躍を祈る。私の命日は昭和21年5月23日なり、いよいよ死に赴く。皆様お元気で。さようなら、さようなら。おののきも悲しみもなし公主大、母の笑顔を抱きてゆかん。